はい。おはようございます。サラでございます。えー、本日もご相談をいただいておりますので、お答えしていきたいなと思います。えー、今日のご相談内容はですね、営業で成果を出すために一番最初にやるべきことは何ですかというご相談をいただいておりますので、お答えしていきたいなと思います。これですね、あの、結構よく聞かれるんです。一番最初にやるべきことは何かということで。で、えっ、ー、と、 会社員なのか、フリーでやってるのか、起業家なのか、ちょっと全然わからないんですけど、本当にもう営業全般で、本当に売り上げを出すというか、成果を出すために一番最初ほん、本当に自由な状況だったら何をするのかっていう視点でえお答えさせてください。はい。でですね、営業で成果を出すために一番最初にやるべきこと。これすごく簡単なんですけど、結構盲点なのが、えー、ここです。 もったいぶらって持ってもしょうがないのをお答えすると、売りたいものかつ売れるものを見つけることなんですよあの。売れないものって、売るのめちゃくちゃ大変じゃないですか。で、売りたくないものって、やっぱ売れないんですよ。だいたい気持ち乗らないんでね。いや、この商材めっちゃ売りたくねえな、みたいな気持ちを持ってるものっていうのはだいたい売れないんで、あのー、まあ、会社員だとどうしてもですね、その商材、 が決まってしまっているので、そのもう限られた商材で、まあこの商材でなんとかどう売ろうかな、みたいなことを考えなきゃいけないんですけど、営業としてキャリアを上げていきたい成果を出していきたいと思ったら、その今会社云々っていう制約を一旦取っ払って考えるとですね、とにかく売れるもの、かつ売りたいものを見つけるのが一番早いです。なので、あの、もしこの方が会社員で今の自分の商材どうしようかな、悩んでいるのであれば、ちょっとご質問の回答になってないかもしれないんですが、営業としてキャリアを上げていきたい成果を出したい っていう視点で本気で考えるのであれば、本当に売れるもの、かつ売りたいものを見つけるのが一番早いんです。えっ、ー、とこれはですね。私が営業でフリーでもう4年やってきてるので、まあその立場だから言えることかもしれないんですけど、いやさっきお話しした通りですね。売れないものってやっぱ売れないんですよ。売れないっていうのはそれだけの理由があるんですよね。 なので、営業のやり方、うんぬんの手前で、その商材をちゃんと磨き上げるとか、ブラッシュアップしていく、施策を打っていくっていうことをやっていかないうちに、ですねあの営業力だけでなんとかしようという会社とか商材って多いんですけど、結局、ですね売れないってことは、それだけお客さんが求めてないっていうことでもあるので、売り方どうこうじゃないケースも多いんですよね。けど、それをなんとか、商材作っちゃったし、投資もしちゃったしみたいな、でもお客さんの理由じゃなくて、 えっと、売る側の理由で売り上げ作んなきゃいけないから営業してるみたいなケースも結構多いんですよね。ただですよ。お客さんの目線で考えてもらったときに、いやいや、お宅が投資してようが初期費用ぶっこんでようが何だろうか関係なく、自分の役に立つかどうかでお客さんお金払うか払わないかを決めてるんで。なので、あの、結局は売れるものを売るっていうのが一番早いんですよね。 ただ、売れるからって言って、自分が納得いかないものをずっと営業できるかっていうと、決してやっぱそういうわけではないので、やっぱり成果をしっかり出していくためには、売れるものかつ売りたいものを見つけること、もうこれに尽きますね。 なので今、営業で成果出ないなって悩んでいる方っていうのは、あのまあ自分の今扱っている商材が好きであればいいと思うんですよ。好きでもっとどんどん広めていきたいなっていう気持ちがあれば、まあ、あのここは、あのまあ商材ブラッシュアップしたり、お客さんの声聞きながら、商材磨き上げていくっていうことができると思うんですけど、もう今の商材も嫌いだし、嫌いだけど、嫌いだけどなんとか言わなきゃいけないなみたいなの考えている人は、えー、ともう転職しちゃった方がいいと思いますよ。の方が絶対成果出るようになると思います。あのー ですね。えっ、ー、と、商材次第のところってやっぱあるんですよ。営業うんぬんの手前でね。なので、もしそういうちょっとお悩みがあれば、あの、本当に売りたいものかつ売れるものを見つける努力をしてもらうのが一番早いと思うので、えー、今日の回答はすごくシンプルではありますが、ここが本質だと思います。はい。ということで、営業で成果を出すのに一番最初にやるべきことは何かって考えると、本当に売りたいものかつ売れるものを見つけること、ここに尽きると思いますので、もし今悩んでいる人はですね、どっちかが欠けてもダメなんですと。 ただ、売りたいものがあって広めていきたいであれば、それはもうしっかり考えていくしかないんですけど、営業として純粋にキャリア、成果を出していきたいということであれば、その点を焦点絞ってですね、考えていただけると良いんじゃないかなと思います。ということで、今日の回答でした。引き続きお質問ご相談あれば、LINE の方にいただければと思ってますので、お待ちしております。ということで、本日は以上です。 はい、えー、本日もお届けさせていただきました。パンダラジオでございました。えー、毎日8時からですね、えー、いろんな営業やキャリアのご質問をお答えしておりますので、ぜひチャンネル登録、あと LINE アンテの登録いただけたら嬉しいです。どんどんご質問いただければそちらにお答えしていきたいと思いますので、ご質問もお待ちしております。本日は以上です。